情報によるとこの付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。レジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。お前たちは2B のことを知って、いや、バンカーから、ね、私の名前はこの辺り一帯のバンク情報は私は地点の情報を入手。マップにマーク。バンカーよりマップデータを入手。システムメニュー上で表示可能。マップデータですか。衛星から取得できる解像度が荒くて、あまり正確な形状が把握できないんですよね。新しい衛星が配備されるといいんですけど。大体わかればいい。意外とたくましいですね、2B は。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーターシックスオール 2B さんへ定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか。問題なし。それは作戦に関係する情報。いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかななんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。2B さんらしいですね。それではまた。武器屋さんが言ってたのはこの辺りですが、機械生命体を確認。しかも適正反応があります。これで全部かな。
武器屋さんに見てもらいましょう。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスは夜波部隊にとっても大事な同胞、彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから文句を言わない。はい。レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを確認。
オペレーターよりポット042へ。座標データ確認。目標地点にマーカーをポイント。砂漠は気温が高く日差しも強いですから補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、トゥービーさん。中央エリアはかなり植物の侵食が進んでるな。サイズもかなり大きい。情報、人類退避後植物の巨大化現象を確認。でっかいイノシシとかいたりして。ああ、この差だ。何かこ、人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。